はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカンナでございます。それでは本日やりますゲームはこちら、ホームランボーというゲームを遊んでいきたいと思います。始めるで。一節ー。さっきのお客さんじゃないですか。どうされたんですか。あー、なるほどね。当たったんかな。ホームランバーも当たりあるんか。そうか。ガリガリ君だけじゃないんだ。さっき買ったこれなんですけど、お客さん意外と運持ってるんですね。じゃあ新しいの持ってきな。どうせ外れてるだろうけどね。あの店の中で開けないで、外で開けてね。ベタベタになるな。ドキドキ。ドキドキするね。ドキ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 。シューパーッと、そんなスーって抜けるもんな。ガリガリしないよ。9回裏、あれ？ 思ってる展開じゃないか、始まる。最後の夏。すげえ熱い展開だ。0対3。ランナー満塁。熱い。これは確かに2アウト。これで打たねば男が捨てる。ピッチャー構えた。うちがなんか操作する瞬間あるから。熱い展開が、すごい熱い展開が待っている。その一投が、で、夏の余韻とともに。ワンストライク、まだですね。9回裏。そうね。ツーストライクからが本番ってか、最後の夏。逆転のチャンス。ここで逃した男が去る。狙え、勝利の一等星。ストレートが来る。なんで？ ストレートとは限らん。でも奴も勝負球はストレートかもしれない。まっすぐかもしれない。ストレートじゃなくてまっすぐ。追い込まれたね。まっすぐかもしれない。大きく振りかぶってんのはまっすぐかもしれんね。最後の夏やね。打率5割。5割なんか？本塁打35。打点35。すべての青春を捧げた。この夏に。無駄にはしたくない。そうね。ドラムロールが。あれ？ドラムロールが？なぜ応援席に何？母ちゃん？母ちゃん？母ちゃんか？ おい、よそ見してる場合じゃないよね。なんかすっげえ熱い展開だけど。いやでもな。無心で打てるってことや。注意が散漫しているってことだ。すべてを捉えてるってことやな。なるほどな。素晴らしい。当たれよ、きっと。最後の夏前。何？この勝負に勝ったら降格するんだってか？こう診断された。もう野球ができない体になるって。スラッガーボルテックス症候群。どういう症候群なんだい？それはどういう症状なんだい？スラッガーボルテックス症候群の詳細が私にはわからないけど。外れたよ。いや、待て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 、外れてる場合ではなかろう。今のは打つ流れやろ。待てよ、ガチで止まってるんだけど。What's happened? Oh my! ちょ、待てよ。再ロードだよ。再ロードするよ。再ロードしたよ。始めるよ。ここまでは同じだね。さっきのお客さんじゃないですか。打てなかったよ。やっほー。急に慣れ慣れしいですね。もっと昔売れっ子のタレントがやって。突然戻ってきてどうしたんですか？外れちゃった。もしかして忘れ物っすか？うん。
どうせまた交換しに来たんでしょう、例のやつよ。じゃあ新しいの持ってきな。どうせ外れてるだろうけどね。いや、そんなことは当てるよ。今度こそ当てるよ。俺が当たりもんを当てるんだよ。俺の給料から天引きやぞ、そろそろ。店のつけて買っとったけど、そろそろね。天引きや。ねえ、0対3。こっからが巻き返しや、ランナー満塁。ツーアウト。打てるんか、もうピッチャー構えた。うちがなんかできるんかな、ほんまに。運命を変えてやることはできるんかな。うちが何かをしてやることはできんのかな。タイミングよく踏んで、ボタンを押せば変わるとかそういうことないのか。ワンストライク。9回裏。最後の夏。逆転のチャンス、胸に秘めたその思い。狙え勝利の一等星。ストレートが来るよ。追い込まれたね。最後の夏、打率5.00。本塁打。35。打点35。全てを青春を捧げた3年間な。3年間や。これが最後の、最後の。いや、変わってないか？ルートが変わってないのか？選択肢で分岐するんじゃないのか？なぜ応援席に？母ちゃんじゃないよ、あれ。いや、変わってないのか、運命は。打てるか？今度こそ打てるのか？俺たちは。最後の夏場に医者に言われたやな。スラッガー・ボルテックス症候群ね。それでもや、それでもと言い続けろ。運命をねじ曲げた。運命をねじ曲げれたよ。スラッガー・ボルテックス症候群でどういう症状なんだろうね。それでも問い続けたよ。俺たちのホームランバーが当たったんだ。ホームランだよ。なんか洒落たゲームやな。すげえ洒落たゲームやな。エンディングだったね、とりあえず多分。はい、というわけで、無事、ホームランを打つことができましたのかね。多分できたんでしょう。狙った勝利の一等星は、輝いたね。夜空に綺麗に輝いたよ。お客さん、当たったよ。めちゃくちゃ嬉しそうに、毎回買っていくな。久しぶりに自分も運試ししてみるか。当たり続けてるんじゃん。永遠にさ、買った、当たり付きのアイスがさ、当たり続けとったら怖くない？ 俺は、当たり続ける、外れることができないのだって、永遠に、年がら年中アイスバーを送って、なんかそういう漫才見たことあるな。漫才かコントか。見たことあるな。俺も運試ししてみるよ。
え、バスケ始まった。安西先生、それ遠すぎるんじゃないかな。安西先生、安西先生、入っちゃったよ、安西先生。試合終了しちゃった。安西先生。俺は、バスケができたっす。あ、で、終わりか。なるほど。なるほど。それでは、今回はですね、ホームランボーというね、ゲームを遊んできましたが、皆様もね、夏、それぞれの皆様の思い出もありますし、今夏をね、真っ盛り戦っている子たちもいらっしゃると思いますが、皆さんね、前を向いて生きていきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。